こんにちは。はい、続きでどんどんいきましょう。はい、今日ご紹介するのはこちら、フィジアンドゥルア、ドゥルアの、フーディーですよね。フーディー、ですね、ごめんなさいね。そう、フーディー、フーディーだったんです。フーディーアダルですね。いいんですよ、これ。いい、すごい。なんか素材ていうか、私ね、ニューバランスだ、言ったじゃないですか。フィジアンドゥルアは、ニューバランスだったんですよね。変わったっていうか、ニューバランスが取ったの、初代よね。で、初めて私ニューバランスの、服着る、服っていうか、いつも靴ですもんね。そうそう、ね、日本でごめん持ってないですよ、私。靴以外、靴は持ってますもちろん、うんうん、なんで、なるほどって感じ。すごいいい、いい感じ、すごいいい。そう、これも当然サイズです。かわいい、ね、ですね、途中から入ってきた方、うん、途中から入ってきたなんとですよ、これを撮ってるこの日ですよ、1000人突破したんですよ。そんなもうね、覚えてます、初代ですからね、今日も、うんうん、2人で ね、 やってたよね、コロナのコロナの中さ、暇だなっつって YouTube やるかなっつってやったの。それが頑張って毎日続けた結果、1000人の、ありがとうございます。1000人の方がもしかしたら見てるかもしれないと思う、ね、すごい話ですよ。確かにね、うん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、そうそうなんです。だから、うん、知らない方はいらっしゃるかと思って言いますよ、うん、私ね、165cm で、70昨日やりました。最近ちょっとね、言っちゃったかなっていう。あれ、この間忙しくて、最近パーソナルできてないんですよ、2週間。怒られそう、そろそろ怒られるかなみたいな。1週間2回じゃったら行かないと。2回スキップしちゃってるんですよ。だからちょっと来てるんですよね。うん、まあその私が来て、うん、S 来てこんな感じです。ちょうどいい。つまりですよ、私いつも1回サイズの S 着てるんですよ。うんうん、なんで、ちょうどいいです。私が S は S です、ね、海外のね。かわいい。で、よく言われる、よく言われることが、まあ、よくというか、まあ分かんないですよ、うん、皆さんね、私たちが日本の会社なんですけど、うん、日本サイズですかみたいなご質問いただくんです。確かに両方あるんですよ、はいはい、そうですね、日本のメーカーさんから普通に仕入れてるものは日本サイズの場合もあるんだけど、うん、基本海外サイズだと思ってもらって間違いないです、うん、そしてこのニューバランスのフィジアンドゥラなんて、うん、日本サイズのわけがないわけですよ。わけがない、日本にないんだから。ないないですよ、これもうパシフィックから 直輸入です。スーパーラグビーパシフィックから直輸入でございますね。はい、というわけでですね、海外サイズでございます、うん、はい、で、チャック付きです。チャック付きのこんにちは、ちょっと、いや、こんにちはじゃない、あ、こんにちはじゃない、ね、これぐらいまでの、ポッケ付きです。どうですか、あとフードもね、中が可愛い、ね、可愛い、ヨット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 みたいな、これが ドルワでね。あ、そっかそっか、ドルワ柄ね、その生地が違うんです、ね、やっぱこのさ、チームのあれ見て、緑なんだよね、青と、うん、まあ、私今ジャージ着てます、これこれこれ、ほんとだ、差し色がこのエメラルドグリーンでさ、やっぱ海とかさ、海とか木とかそういうイメージだと思うよ。なるほど、その南、なんか太平洋のイメージだよね。うん、なんで、まあ、このチームはその差し色がこれですよ、エメラルドグリーンね、綺麗なねでございます。どうですか、いい感じ、いい感じ、スモール、いや、非常に着心地がいい。そしてね、なんか裏側こうやってプチキモ、本当だ、なんだけど、うん、そんなに分厚くないから、うん、今そんなにもう寒くないんですよ。寒くないけど全然いける、 春いけるぐらい、春いけるレベル、気持ちいい、気持ちいい、非常に気持ちいい。そしてなんか生地もね、うんうん、いいんですよ、微妙に伸びるし、ツルツルちょっとツルツルしてる感じ、うんうんうん、いい感じ。どこだと思います、メイドイン、ちなみにメイドインチャイナかな。そうなんですよ、はい、本当に今のところまだニューバランスはチャイナ、ニューバランスはチャイナが多いですよね。でもいいんです、ね、メイドチャイナ、久しぶりにやりますか、はい、タグが全てを語る、語ってます、うん、英語で語ってくれてません、英語で買ってくれて、うん、語ってくれてる、語ってくれている、英語で、あ、ここの中、そうそうそ う, そう、あ、だから言いましたよ、ね、これはすいません、日本の人から知れてるんで、ここ日本語だったら逆にお前何言ってんねんってなっちゃうんですよ。英語でね、英語でね、ね、あ、でもこれね、教会のキラキラシリーね、知ってますけどね、これ知ってますよ、この作ってる会社は知ってるんですよ。そんな話はどうでもいいか、別にね、うん、シドニー、シドニーって言っちゃった、オーストラリアの会社です。言っちゃった、フィジアンドゥラ is a registered trademark owned by the… 知らなかった、何ですか、そうなんだ、このフィジアンドゥラっていうのは、うん、オーナーがいるんです。フィジアンドゥラっていう会社なのかと思ったら違って、フィジーラグビーユニオンが持ってるって、これはすごい話、なぜかというと、うん、ニュージーランドの5チームあるじゃん、はい、スーパーラグビー、あれはニュージーランド協会の3回入ってるじゃん、はい、同じ構図です、同じ感じ、構図です、すごい、だからフィジアンドゥラはフィジー協会の
3巻ということは、うん、なるほど、もう完全にフィジー代表の、うん、あれだ、育成に直結するようなシステムなんだね。へえ。 By purchasing this officially licensed product, you are helping to support the growth of rugby in Fiji なんです。だからつまり、うん、これを書いてることは、買えば買っていただくと、うん、フィジーラグビーのサポートができますよって。盛り上げましょう。つまりぜひフィジーラグビー協会のサポートになりますよっていう。ぜひ。ただ見て、このあのオフィシャルのこのシールが斜めに貼ってあるぐらいが、うん、やっぱりその俺は想像するんだよね、そのわかりますピッて貼った人がちょっと斜めに貼っちゃうんだよね。そういうところがやっぱりなんか想像できちゃうんだけど、可愛いじゃん、うんうん、これはちなみにジャージについてた方がいいけど、これはまあ綺麗に貼ってるんだよ。本当だ。なんでフーディーだと曲がっちゃうのかっていう。なんかもうあれじゃない、もう、いや分かる分かる、うん、何枚何枚も貼ってるとそうなりますよ。でもってことは機械じゃないってことでしょ、うん、手で貼ってるってことなわけですよ。わかります、うん、それがね、それがリアルなんですよ皆さん。リアルリアル。このニューバランスさんとかね、うん、言ったって、うん、言ったって言ってへんじゃん。別にニューバランスは悪いわけじゃないんだけど、うん、あのどんな大きなブランドでも、うん、あの日本の人ってよくさ、うん、ピッてボタンを押すとシュッと出てくるみたいなイメージの人いると思うんだけど、そんなことないですから。本当にナイキだろうがアディダスだろうが、普通リアルにブーンって縫ってるおばちゃんとか、つ、ね、シールを貼ってるおばちゃんとかおじちゃんとかいるわけ。すごい作業ですよ。そう、中国だろうが、俺よく総括でいろんなとこに、うんうんうん、中国製とかインドネシア製とか、うん、私はターキーとかさ、うん、この前なんかあってね、このありました、リトアニアとかさ、モロッコとか、そうどこ行ってもやってる人いますからね。だから例えばこれが曲がってたところでですよ、いやみたいな、レアじゃん逆に、ある意味、ね、まあ、たったんだなみたいな、ただ指紋がついてたりとか、うん、なんかちょっといいじゃん、なんかリアル感あって、確かに今ねコロナだからなんかちょっとうんって思うかもしれないけど、うん、いいじゃないですか、贈り物ですよ。そうですよね、ある意味ね、うん、そういう広い心を持ちましょうって話です、うん、何の話だっけ今日は。だからこれですよね、これ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 、うん、フーディーね。あとフードか、フードはどう、立たない、フードでも結構で大きいっていうか、大きいタイプ、かわいい、立たないけど大きさも大きいし、なんか分厚いから、いい、やっぱでもこれなんかさ、あのアイランダーの人って被るじゃん、被る時はやっぱここだよね、うんうんうん、で こういう感じでしょ、こういう、そういう感じ。これちなみにですよ、あのよくシングレットとか着てると、はい、あの菅平の公式ウェアとかって俺最近言ってるんだけど、はいはい、密かに菅平の夜って寒いじゃん、寒い、寒暖の差があるんですよね、でしょ、で夜 の、うん、あの清掃はフーディーだからね。でもっと言っちゃって、うん、夜のフーディーを被り始めると、あの外国人選手、フーディーの下はシングレ、シングレ、なるほど、あとこれを切り始めるともうイヤッボイだからね切っちゃうの、あのフーディーなのに、昔あったじゃんフィジーのグッズで、うん、ありました、 フーディーなのに袖ないみたいなやついるからね、うん、切っちゃうんだ。それがもうアイランダーですよ、アイランダー、アイランダーファッション好きな方はこうぜひですね、刺さると思うんでね、うんうん、ぜひ、はい、ぜひね概要欄見ていただければ、うん、ちなみにですよ、こちらもですよ、全店舗で展開だから、大阪、福岡、東京店にもございます、お、ぜひ来てください、はい、というわけで今日ご紹介したのはフィジー代表の、フィジーや最後に間違いないよ、フィジアンドゥラのフーディーのご紹介でした、はい、では。